毎度工事屋です。ライカ R 用の 28-2.8L マリートの修理が完成しています。まあ、修理というか、ここに書いてあるヘリコイド外れって書いてありますね。そこだけです。これ、このタイプのフードのレンズではよくあるというか、やっちゃう人がいるんですが、まあ、基本的にはフードをこの矢印のように取ります。引き上げて回すと、このピンの位置ですね。この無限の位置で、まあ、これどっちで入れても一緒なんですけど、入ります。入れるときは逆にここの合わせて入れて、まあ、普通に回せばコンと入ります。これを知らない人がこれ外そうとすると、そのままひねったり、ここ上げてひねってここで外れるんですけど、もっと思いっきりひねっちゃうと結局ここが緩むわけですね。本当にまあバカ力というかすごい力で回すと外れちゃうようです。まあ普通にちゃんとこのように入れていれば全く問題ないですね。このようにフードもよくできてます。非常に綺麗ですね。シリーズ7、こ7って書いてあります。7のフィルターがあればここを挟み込んで落とし込んで使うようになります。ほとんど使った感じがないって言ってもいいぐらい綺麗だと思います。カムは R ですね。 R カム3カム ではなくて、まあ、R カムオンリーってやつですね。レンズも、まあ、このように普通に見てる限りは綺麗です。全然スカッと、まあ、多少ホコリがあるかなぐらいなんですけど、よいしょ、ペンライトで、まあ、これちょっと強いですけどペンライトで見れば多少はなんかありますね。ただまあこんだけ強いペンライトで見ても抜けてるのはわかると思いますが、まあ多少汚れはありますね。これはすごいですね。青白い。こういうので見るとどんなレンズもなんか曇ったように見えるといえば見えます。青いですね。まあそれほど汚くはないと思いますが、まあ年代もこれ、336万台なので85年ですね。85年製です。もう30年以上経ってますからね。まあその割にはこのように綺麗、ヘリコイドもスムーズ、絞りも問題なく動いてますね。いい状態だと思います。まあ、このエルマリットの28の R というと、あの例の朝日カメラの表紙になったね、岩合さんの犬と猫の写真が有名です。非常によく映るレンズですね。まあ、一応修理表もついてます。